美しいものは美しい、気持ちいいことは気持ちいい、愛したいときに愛すること、自分の気持ちに嘘をつきたくない、そしてもう一度何でも自由に表現したい、それがどんな形態のものであっても、たとえ人々が眉を潜め意味避けようとするものでも、私自身が美しいと感じたものは躊躇することなく天に無法に表現したい、これがこの思いが現在の私を支えている原点でございます。私は私自身が美しいと感じれば SM のビデオも作ります、ポルノグラフィック的な映像も作ります。ジャンルなどというものは私にとっては全く無意味な枠組みなのです。以前から私には疑問に思うことがありました。いわゆるヘア論争というものです。写真にやれヘアが写ったのいないのというあれです。そんなことはどうでもいいことではありませんか。見える見えないなどということは、その作品が美しいか美しくないかという判断とは別次元の物差しです。美しいものは美しい、醜いものは醜いんです。そして最も我慢ならないのは、そのような美の物差しとはなり得ない物差しによって美そのものが測られ否定されるという事実です。およそ古今東西を問わず、芸術に権力の干渉なり法の規制が強まったとき、芸術は衰退します。面白いことに、その衰退をしたたかな芸術家が食い止めたこともありました。江戸時代の下作家や浮世絵師たちです。お上の弾圧が激しければ激しいほど、その厳しい目をかいくぐって、今でいうポルノ的文章やあの枕絵といわれる春画を書き残したのです。特に名の知られた絵師たちはほとんどと言っていいほど春画に手をつけています。それはいわゆる健全な風景画や人物画を描くよりもはるかに難度の高い技術を要したからであって、優れた絵師たちほど春画に気を入れて描き、そちらの評価がそのまま絵師としての評価になっていたのです。ですから今私たちがそれらの絵を見ても、あのおおらかなカリカチュアライズに微笑は誘われても、決して不快感に襲われることはないと思うのです。このようにどんな冬の時代でもたくましい芸術家たちによって芸術が守られるということはあります。ただ現代はあのしたたかな江戸時代ではありません。より法の規制力が整備された時代です。そして先ほど申しましたように、美の物差しとはなり得ない物差しによって、美という犯しがたい存在をいとも簡単に犯し規制する時代です。何かどうでもいいものが見えたか見えなかったかが基準となって制限が加えられる、すなわちいわゆる猥褻罪が適用されるというわけです。私ははっきり言いまして、この猥褻罪なるものは不要と思っております。いかなる芸術表現に対してもこの猥褻罪というものは馴染まないと感じております。かつてシャタレー裁判というものが世間を騒がせました。また四畳半襖の下張りの論争もありました。近くは荒木信義さんや篠山紀信さんの写真が問題になりました。猥褻罪とは一体何なんでしょうか。